Steam Deck の専門コーナーがありますよ。皆さんこんにちは。いつもご視聴くださりありがとうございます。 Steam Deck ジャーナリストの沖です。 Steam Deck でもプレイできるおすすめゲームを紹介してから約8ヶ月、もう早いですね。というわけでお待たせしました。久しぶりに今回は第2弾、新旧ゲームを織り交ぜてお届けします。古いのは積みゲーを崩したいだけじゃないのって、いや、まあ、そんなはずはないです、とりあえずまずはこの超大作からスタートです。スターフィールド、もう発売したてですね。これなんとまだ非対応表示なんですね。これ不思議ですよね。あの全然普通に動きますし、字幕もね、読みやすいとまでは言いませんけども、それなりに苦労なく読めます。しかも全然カクついたりすることなくスムーズに動かすことができます。なんで非対応表記なんでしょうかね。Steam Deck にいる際のネックとなるのはやはり 122GB を超えるファイルサイズですね。これね、私 512GB のメモリーカードなんですけど、もう全然ちょっと手狭になってます。はい、このゲームいつかじっくりやり込みたいんですけど、時間が取れないです。ストリートファイター6、快適にプレイ可能です。まだまだ新しいゲームですね。これも私早く上達して友人と対決をお願いしたいなと思ってるんですけども、以前ウルトラワイドモニターでのプレイ方法をアップしたんですが、逆にこの小さな画面の Steam Deck でもこのゲームはもう相性バッチリです。もともとキャラクター表示が大きいですし、アドベンチャー要素もあるんですけど、テキストをたくさん読むゲームでもないので、やっぱりこの 2D 格闘ゲームっていうのは Steam Deck にいいんじゃないですかね。ですが、ここちょっと見てください。この試合の時ね、異様にスピードが遅くなって重かったので、あれ、このゲームもしかして向いてないんかなと思ったんですけど、なぜかこの試合だけ重かったんですよ。あとはね、スムーズでね、全然問題ないですね。もしかしたらなんかこう裏で同時に情報処理が行われてたのかもしれないですね。アーケードコントローラーとかでこう本格的に格ゲーされてる方にとってはちょっと小さい画面でのプレイは物足りないかもですけども、まあ、私は今作がデビューの初心者なんで、今回はね、あのすごく必殺技が出しやすくなってるらしくて、パッドでの操作すごく快適です。おすすめしたいと思います。ニア、オートマタ、プレイ可能のサインが出ています。ちょっと前のゲームになりますね、2017年。これ私ね、全然知識なかったんですけど、結構な人気シリーズみたいですね。でプレイしてみて驚いたのは、まあ、縦横 2D シューティング、そして 3D アクションとかね、あのほぼ全てのアクションゲームのスタイルが組み込まれてませんかね、これ。しかも序盤から敵のバリエーションも豊富で、めっちゃでかい敵とか、なんかね、ハッとするシーンの連続ですね。でロールプレイングゲームの王道として装備を高めるなどしてキャラを強化していきます。とにかくアクションが早いんで、ついていくんで一苦労なんですけど、まあ、私みたいな初心者でもしっかり遊べる爽快感があります。主人公がアンドロイドだからなのか、このゲームの世界観がすごく切なくて、先のストーリーが気になります。プラネットオブラナ、快適にプレイ可能です。2023年、今年発売されたゲームなんですね。私知らなくて、これセールで買ったんですよね。可愛らしく綺麗なグラフィックが特徴の横スクロールゲームです。ところがいざプレイしてみると、私がパズルゲーム系がちょっと苦手なのもあるかもしれないんですけども、すごくね、シビアです。謎解きも結構難しいし、当たったらすぐやられます。敵の姿なんかもこのアニメ調の絵だから可愛いけど、実はね、これを最近の映画なんかでもし作るとしますと、すっげー怖いホラー映画みたいになりそうな感じですよね。ただこのゲームの雰囲気作りがとても上手なので、おとぎ話にも見えます。この絵のタッチや横スクロールアクション、そして謎解きが好きな方におすすめしたいと思います。 The Bureau、 Steam Deck で快適にプレイ可能です。以前にご紹介しました謎の宇宙生命体と戦う XCOM の FPS 版という感じのこの作品、こちらも2013年発売で10年前の作品で古いですね。なんやね、積みゲーばっかりやんけという中で、そこが温故知新ということで、
結構ね演出も派手で面白いです。ぜひこのバイブレーションの効くようなコントローラーでプレイしてみてください。スティームデックはやっぱりちょっとバイブが弱いんでね、迫力に欠けると思います。 FPS っぽいっていう感じなんですけど、味方に移動や攻撃、待機などの指示を出しながら敵を倒してステージクリアを目指すスタイルは XCOM と同じ流れです。気になったら一応ウィッシュリストを入れてセールでゲット。スティームゲーマーの、まあ、ハードボイルドスタイルですね、これが意味不明ですけども。そして積みゲーを増やしてください。タイタンクエスト、ゲーム情報はプレイ可能です。2016年のゲームなんですけども、2006年のゲームが10年後にリマスターされたっていうことで、まあすごく古いゲームなのは間違いないですね。でもまあそれだけ長く愛されてるということですね。言語選択で日本語を選択してもずっと英語表記が続いたんですけども、一度終了して再度立ち上げたら日本語化されていました。文字だけですけどね。古代ギリシャやエジプトなど神話の世界をキャラを育成しながら旅をするっていうロマンあふれるロールプレイングゲームですね。なんと続編タイタンクエスト2の発表がありました。せっかくなのでそれまでにプレイしておきたいと思ってます。 The Elder Scrolls 5 Skyrim 2011年11月11日発売。もう12年も前ですね。私の持っているオリジナル版は今では販売されてなくて、2016年に発売されたスペシャルエディションが現在 Steam でも発売中です。 Steam Deck では動作可能で字も大きいし操作性も抜群です。操作自体をねほとんど忘れてしまっているので、これが難点ですね。はいはい。スカイリムは以前動画にコメントくださったコチフカバさんの実況動画がめっちゃ楽しくておすすめです。次の動画が楽しみです。 Behind the Frame 快適にプレイ可能です。2021年発売のゲームなんですけども、台湾産のアドベンチャーで、パッと見ジブリか日本のアニメみたいな印象を受けます。トントン進めば2時間ほどでクリアできる短さなんですけども、このようにタッチパネルがメインになります。絵もストーリーも素晴らしくて、まだされてない方にはぜひともおすすめしたいゲームです。 Steam Deck との相性ももう完璧です。エルキュール・ポアロ初事件。皆さんご存知名探偵ポアロ、映画も作られていますし、ゲームも過去にいくつもシリーズがあります。今作はその中でもグラフィックが一番綺麗でフルボイスです。フランス語混じりの英語の音声が聞けます。ストーリーも謎も、そして見つけたヒントをパズルのように動かして整理していくのも楽しいです。移動が徒歩なのでテンポがゆっくりなのがちょっとマイナスですね。でもまあとってもよくできたゲームなので、こういう感じのアドベンチャーがお好きな方でしたら楽しめると思います。ウィッシュリストにいかがでしょうか。ドラゴンズドグマダークアリゼン2016年のこちらも古いゲームです。よく喋って意思を持った NPC を連れて冒険ができます。 Steam Deck だとグラフィックも悪くないし、戦闘シーンもめっちゃ迫力あります。多種にわたる職業やスキルを持つ仲間を選び、入れ替えながらファンタジーの広大な世界を冒険する王道ロールプレイングゲーム。こちらもなんと続編が発表されました。アメリカントラックシミュレーター快適にプレイ可能です。今回も1本ドライブゲームを入れたいと思いました。アメリカ大陸を大型トレーラーで走り回り、お金のため自身も長距離を運転しつつ会社を大きくしていくゲーム、ユーロトラックシミュレーターのアメリカ版です。アメリカは発展した都市と都市の間に広大な緑や平原が広がっているんですけども、その雰囲気を味わうことができます。私は何度かカリフォルニア州に行ったんですが、まさにこんな感じの風景。スティームデックでも慣れればいい感じでドライブできそうですが、あくまで補助的で、やっぱりワイドモニター&ハンコンででっかい世界を楽しみたいですね。というわけでまだまだ積みゲーありますんで、おっと次回もご期待ください。最後は大阪ナンバーエディオンにありますスティームデックの特設コーナーの映像でお別れです。一度手に取って触ってみたいなとおっしゃる方は、ここだと実機が触れますので、一度足を運んでみてください。よろしかったら皆さんもまたコメントでご意見ご感想をお寄せください。今回もご覧くださりありがとうございました。それではまた See you later.